私の典型的な一日というのは、だいたい朝5時半ぐらいに起きることから始まります。えー、家で簡単な朝食をとった後、早い時には6時半頃家を出て、7時半には会社に着きます。本来会社は9時からスタートなんですが、この7時半から9時までの間というのが、私にとっては非常に有効な 時間になっています、えー。メールをチェックするということもありますし、新聞を読むということもありますし、あと自分の興味のあることを少し勉強するということにも使っています。えー、9時から、えー、午前中は大体会議が入っていることが多いです。えー、私はあの個室を一応持っているんですけれども、そこからあの外に出ていろいろな会議室へ行って会議をすることが多いです。 で、社内の会議だけではなくて、社外の方たちとも会議をしますし、また、あの、フェイストゥーフェイスの会議だけではなくて、えー、電話や、あるいは PC を通じての会議というものも多くやっています。で、お昼は大体外に出て食べることが多いです。大概は、えー、一緒のチームの仲間とか、あるいは時々は外の友達とも、あの、約束をして、えー、ランチをとっています。 で午後からはまた会議が多いんですけれども、時々はやはり、えー、私どもの、えー、お相手である政府の機関に出かけていって、様々な交渉をしたり、打ち合わせをしたりということをしています。えー、夜は、大概は、えー、いろんな方と会食をしたり、あるいは様々な勉強会に行ったりすることが多いです。で特に、えーと、女性のネットワーキングの会に参加して、えー、お互いを 情報共有をするということをやりますだいたいたちに帰ってくるのが9時半か10時ぐらいで、家の片付けをして寝るのがだいたい11時過ぎというのが私の典型的な一日です。